ハリウッド実写版サルカニ合戦でありそうなシーンとはあのー、ウスが飛び降りるシーンなんですけど、うん、あのウス役のトム・クルーズがスタントなしでやってるって <laughs>、はい <laughs> ハリウッド実写版サルカニ合戦でありそうなシーンとはなんかあの、孫に本を読み聞かせてあげてるみたいなところから物語が始まって、うん、最後エンディング迎えたらトム・ハンクスが本を閉じて笑う<笑> ハリウッド実写版サルカニ合戦でありそうなシーンとは、ウスがずっとガム食ってる。あ、向こうだな。ハリウッド実写版サルカニ合戦でありそうなシーンとは、え考古学者が洞窟でこういう絵を発見するところから始まる。なるほど。めっちゃわかるわ。あわかるわかる。